長沢芦雪の出征については結構謎に包まれている部分が多いんですけども、多分こうちゃうかなっていうのが、1754年に兵庫県の丹波篠山で生まれたんですね。でお父さんはね、武士やったらしいですよ。でまあ家庭の事情で、ちょっと引っ越す形になりましたと。でどこに引っ越したんですかっていうと、京都の南部に昔ね、淀藩っていう藩があったんですよ。まあ、そこに引っ越しましたよと。でその後、淀藩の別の足軽の養子に出される形になったんですよ。でまあ足軽の息子やからね、武士としてやっていくんかなと思ったら、そうはならずに絵が好きやったので、絵で食っていこうと思いまして、京都で当時ブイブイ言わせてた丸山応挙の門を叩くっていう形になったんですよ。こっからね、長沢芦雪の絵師としての人生っていうのがスタートしていくんですね。